さあ皆さんごきげんよう。今日もテゲテゲ日和ご覧いただきありがとうございます。何気に久しぶりないつもの場所というか、この公園に来ております。本日撮影しているカメラはインスタ360エースプロです。エースプロ、で今日はですねちょっと色合いを、変えていこうかなと、今まで、ノーマルと鮮やかそしてフラットっていうのはよく使ってたんですけども、いろいろね実はカラーモードありまして、その中のアーバン都市っていう意味なのかな、アーバン1とアーバン2っていうのがあるんですけども、今日はアーバン1というやつ、これで撮っていきたいと思います。ちょっとコントラスト高めで落ち着いた色合いになってるのかなね、なんかそんな感じ。あ、でも比べないと分かんねえな。ちょっとここで比べてみましょうか。まあ、アーバンだからあまりこういう緑の多いところで比較するのはあれなんですけども、どうしようかな。ちょっとレンガ時期の通路のところでね、ノーマルの色との違いっていうのを、見ていきましょう。これがノーマルのカラーモードですね。ノーマルです。これが鮮やかカラーモード、鮮やかです。フラットカラーモード、フラットです。自転車1、なんだ自転車って、自転車1、自転車2、ちょっと色味が落ち着いた感じですね。あったかい感じ。そしてこれがアーバン1ですね。日常使いの Vlog にいいというふうに説明は書いてます。これがアーバン2です。さっきよりもちょっと暖色系になっておりますね。さあということで今日はですね、アーバン1、これで撮っていきたいなと思います。いや本当何気に久しぶりですわ。あれなんですよ、こう宮崎の文化公園ってとこなんですけども、まあ、私はねもうウォーキングを始めてここでねよくウォーキングしてどのくらい経つんだろう、もう10年以上経つと思うんですけども、向こうにねメリキット県民ホール、まあそういうでっかいホールというかね、音楽会とかできるところがあるんですけども、そこが今工事中で、入れないんですけども、そこを入ってずっと公園を回るっていうね、そういうウォーキングをずっと長いことやっております。でもね来たのは本当寒い時期だったな、最後に来たのはそれ以来なんで結構ぶりだと思いますけども、そうなかなかね休日とかってこう人が多くて、やはりこういう素敵な公園なんで家族連れが多い、たくさんね、この芝生の上で遊んだりしているわけですね。そうなるとなかなか撮影っていうのは、難しいんで、あれちょっと待って、かなり今ねそう青空なんですけども薄い水色なんですよ。今この画面で見る限りこの辺って結構濃いめの青になってますね。アーバンっていうのは、コントラスト高めなだけじゃなくてちょっと色味も強く出るのかなっていう感じがしますね。通常私はフラットで撮ってね自分で色付けすることが多いんですけども、なんか Vlog とかだったらねこういうのを使って自分のお気に入りの色があれば、ね、色を編集する暇っていうか手間とかがね省けるんでいいかなというふうにちょっと思って今日はね試しております。今日はアーバン1都市1というカラーモードで撮っております。さあそしてこの使っているインスタ360エースプロなんですけども、ちょっと前にねアップデートがありまして、以前にもお話ししたんですが音声関係が結構変わりました。音声ね通常のステレオモードと、風切り音低減モードっていうのがあるんですけども、この風切り音低減がね以前はもう全然役に立たなくてでアップデート入ってからねかなり機能が変わりました。風切り音ものすごく低減してくれます。そして
人の声をねはっきり乗せてくれますね。風切り音だけじゃなくてね、例えば街中とかで BGM が流れてたりすると、まあ、その音もね、かなり なんていうのかな、まあ、言い方悪く言えば音楽とかね、そういうのは音がすごく悪くなります。まあ、モノラルになりますんでね。けども人間の声をはっきり拾ってくれます。風切り音は消えて人間の音はっきり取ってくれるんで、まあ、こういう風にね喋りながらの Vlog とか、まあ、いろんな場所を紹介してね、まあ、自撮りしながら喋りながら動画を作るとか、そういうのにはねものすごくいいと思います。アップデートされたばっかりに頃ってなんか音が悪くなったなって私言ったんですけども、いやこういう使い方にはね最適だと思いますね。 Vlog とかいろんな場所を説明する動画撮るにはね、ありがとうございます、いいアップデートだと思います。そういうのが嫌な人はねもう素直にステレオモードで撮ればいいわけなんで、そこら辺は使い分けしていきましょう。この辺ね自動モードとかあるとさらにいいんでしょうけどね。あと AI を使って音声を処理をねうまくすると、そこら辺もね多分ね AI のチップが乗ってるんで余力はあるんじゃないかなと思いますが、そこら辺また今後のアップデートに期待しましょう。期待。さあこの文化公園はですね花菖蒲も結構咲いております。花菖蒲といえばもう宮崎では先月末あたり、そして今月の頭あたりがこう一番の見頃だったんですけども、おいいですね。まだね、ちょこっと咲いてますね。花菖蒲はねもう全然見れないと思ってたんで、ちょっとラッキーですね。その花がね杉とかそういうあれではないんですけども、やはりこういう季節の花を見るとちょっと心がニコってなりますよね。あ、そう、そしてね今日はですね、ずっと長回しをしております。長回し、で途中であの、まあ、カットというか場面変わっているところがあると思うんですけども、それはこのインスタ360エースプロの一時停止の機能、まあ、途中で止めて、好きなところから再開というそういう、撮影できるんですけども、それを使っております。一時停止をして、また撮影再開みたいな感じで、それで今回は一本丸々作れたらいいなというふうに思っております。最初の方のね、出だしの部分、カラーモードの比較とかああいうところは、そういう機能使っておりませんが、それ以降は全て丸々、通しで撮っております。ちなみに今日は気温がですね25度から26度ぐらい、湿度はですね、まあ今日雨降ってたんで多少湿気が強く出ておりますね。湿度高めになっておりますが、まだ汗だらだらという感じではありません。あ、そう、汗だらだらで思い出したんですけども、ちょっと前にレオンポケット5というペルチェ素子を使った、クーラーって言えるのかな、肌を冷やすガジェットを紹介したんですけども、まだものすごく湿度の高いところではね、使ってないんですけども、先日ですね27度ぐらい、ただし湿度が低かったんで結構サラッとしてる、暑いけども過ごしやすい、ただし直射日光が当たるとその分がものすごく暑い、そんな、場面で7時間使いました。モードは4、モード4で連続運転で7時間使いました。まずこれはね
すごいと、うん、そしてですね、ずっと背中に背中というか首元につけてて、ちょうどそこ後ろからね日光が当たってたんですよ。でですね、日中の14時ぐらい、もうすごい直射日光が当たってね、背中暑かったんですけども、その時にですね、あれとすごいファンが動きました。モード4だと通常はあのファンの音ってすごく小さいんですね。ただやはりあの直射日光が当たってこう服の中が熱くなったんでしょうね、でファンが急激に回り始めました、モード5ぐらいの速さでファンが動いてましたね。でもうそれがね、あれなんかブーンってなってるな、あもしかしてというふうな感じでね、結構大きくなってましたんで、うん、やはりその服の中の温度とか環境の温度が高くなると、それに応じてファンの回転数も上がる、そのような感じになっておりますね。でそういうのがどうだろう、その状況1時間ぐらいいたんですけどね、10分か15分ごとに、そんな感じでちょっと強くファンが回ると、で、また冷えたらまた収まって、でまたつ、熱を強く感じたらファンが強く回る、そんな感じで動いてました。まあこれはね、正常な運転ですよね、うん、でちゃんと7時間持ったということです。いや一番ね本当ね良かったのはこのモード4で7時間持つ、これが一番の私が、購入した理由なんで、いや良かったですわ、はい。でモード4どうだったかというと、やはりこう体をね動かさない、ずっと止まってる状態だと、その冷たさっていうのは体慣れてて、なかなか感じにくくなります。これもペルチェ装置はそういうもんです、はい。だこう動いてるときはですね、やっぱそのペルチェ装置の冷却部分と肌がこう触れたり離れたり触れたり離れたりしてますんで、その都度あ冷たい、あ冷たいって感じで、気持ちよさは感じております。そして、一つ試したのが30分外してみました、うん、レオンポケット5を30分外しました。するとですね、やっぱ違うんですよ。レオンポケット5ずっとつけてる、肌につけてた状態と違いましたね。これね表現難しいんですけども、つけてる方が断然良かった、うん、つけてる時はね感じにくいんですけども、外すとあ違うんだなっていうのがね分かりましたね、うん。難しいですね、効果がなかなか数値で出せないっていうのが。ただね、この暑い日、暑い日っていうかその日のね不快度を10をマックスだとすると、何もしてないと10、レオンポケット5をつけると9もしくは8ぐらいになってたと。もうそんな感じでつけてるときはね涼しさを感じないんで、ちょっと、分かんなかったんですけども、外してわかるありがたさでしたね。あやっぱこの、うん、冷やすっていいのかなみたいな感じになっております。だからねその辺がねなかなかこう全ての人にお勧めできるそんな部分ではない、わけですよね。でよく歌い文句で着るエアコンと言ってる方もいらっしゃいますが、これエアコンではないです。エアをコントロールできているわけではないんで、まあ、クーラーといえばクーラーですね、うん、そんな感じになります。だからあれですね、本当30度ぐらいあって、湿度がもっと高くて 80% 以上あって、何もしなくても汗がダラダラ流れる、そんな状態というのでね、もう一度皆さんに感想をお伝えできたらいいかなというふうに思っております。
まあ、まだ目利きと県民なんとかセンター、すごいな、大規模な工事ですねこれね。ちょっと内装変えるだけかなと個人的にはね勝手に思ってたんですが、もう全て改修工事ですね。いつオープンするんだろう。よくねここでいろんなね楽しいイベントとかあって、私もちょくちょく行ってたんでね、再会が楽しみですね。今日が照ってますね。ちょうど逆光です。逆光、真正面に太陽があります。ここに ここが宮崎県立図書館です。まだこの本体の小さい画面でしか見てないんですけども、まあ今使ってるカラーモードアーバン、これ悪くないかもですね。街撮りするには程よい感じで、まあ、エモさが出てるというか良さそうですね。今度、宮崎の中心部繁華街あたりでも使ってみたい、そんなカラーモードになっておりますね。さあそしてここが文化公園の一番北側かな、図書館の裏側ですね。いや、いいですね、なんか色合いが。ちょっとあのコントラストを高めなんで白飛びする部分は出ると思いますけども、なんか映像の質としては全然それも悪くないような気がします。なんだこれ、山桃？なんか美味しそうですね。さあ今日あの音声モードは、ちょっと説明した風切り音低減でずっと撮ってるんですが、ちょっと一部ですね、ものすごい強風が吹いてるところ実はありました、ね、私の声がちょっとどうなってるか楽しみです。さあということで、今日はインスタ360エースプロ、こういうのカラーモードをアーバンの位置、都市の位置、これをメインで撮影してみました。あと撮影の方もですね、ほぼ、投資であの録画の一時停止と再開、これを使ってずっと撮りっぱなしですねで撮っております。ちなみにカメラは一度も止まっておりません。安心っていうかね、優秀ですね。じゃあまた皆さんお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。